出身がまあ福岡県、うん、で、まあ、東京に上京したのも9年目ぐらいになりますね。でそれで普段はモデルと俳優っていう形で、まあ、活動させてもらってます。で、まあ、別で国立音楽院っていうちょっと音楽院の学校の方で、まあ、講師という形で、まあ、盾だったり、まあ、日本史、まあ、日本のその歴史だったりとか、あと所作とかですね、でその礼儀とかそういうのとかをちょっとお伝えしてる、生徒さんにお伝えしてるっていう形ですね。で俳優さんとしての活動的にはどれぐらいの期間なんですか？ですね、活動期間自体は付き人がちょっと僕が長かったので、うん、5年ぐらいやってましたので、うん、本当に本格的にちゃんと、うん、活動してるっていうのはこの4年ぐらいなんですよね。もう5年ぐらいになる、4年5年ちょうど半分ぐらいですかね。お年聞いちゃっていいでしょうか？僕は33になりますね。ちょっと状況が遅かったので、結構遅く24、3の時に出てきたので、でそれからまた付き人に、ちょっと映画監督の付き人になったので、まあその修行っていう形でちょっとずっと映画制作だったり舞台制作だったりの方についてで、当時はやっぱりまあ舞台で芝居力を身につけなさいっていう形で、よく舞台の方にはもうずっと出てた形なんですよね。じゃあやっぱりメインとしては映画の方に行きたいんですか？僕はもう映画ですね。映像の方、映画に出たいです。出たいというかもう映画俳優になりたいですね。で福岡ではそのいろんな映画とかそのメディア出てるって話ですけども、はいはい、なんか私が知ってるのはそのものあります？映画とかそういうんじゃドラマの字だとなんかバラエティ番組とかには出てて鉄腕ダッシュさんとかは、まあああいうの出させてもらったりとかはしてましたね。まあでも本当にローカル、まあ、地方の CM とかそういうのもあったので、まあもう本当にその時はもうなんだろう、もう本当にちょっとした役とかばっかりだったので、で僕も正直やる気があんまりなかったのでそうなんです。特に芸能に関しては全く興味がなかったので、なるほど。なのでもうその時はやはりその日本史の先生目指したりとか、あとなんですかね、整体スポーツトレーナーとか整体、そっちの方をちょっとやっぱり目指してた時期だったので、まあちょっとそのやらせてもらってるというより、うん、やらされてるみたいな感じだったので、まあ正直今だから言える話なんですけど、志尊さんと一緒に今横にいるっていうのでいろんな情報がやっぱり、そのやっぱり教科書資料には載ってない。そうですよね。で龍馬会としてそのなんだろう旅行ツアーとか、その地方のそういうそれこそ函館のツアーとかを組んでいただいて、ミックも行こうよって言われたきっかけが半年前の10月だったんですよね、去年の。でそこでもうでっかいマイクロバスを借りて、でずっと回って、そこにやはりそのなんだろう旧幕府軍の方っていうのをもっと勉強しようって話とかでもうセッティングしていただいて、で向こうに北海道坂本龍馬記念館っていうのがあります。あそこの館長がちょっと知り合いで、でそこからちょっとツアーを組んでいただけて、でそれで僕もその時の時代背景だったり函館の街っていうのをまあこうなんだろう感じて、その日ですね。でああいいなと思って。そしたらまあ、向こうの方々も何をされてるんですかっていうところからまあ、こういうショーとかを、まあ、本当まだまだなんですけどっていうのでデータをお見せしたらうちコンテストやってるんですよ、その函館でみたいな形で、その土方歳三みたいな、ああ僕土方のまあ、濃い衣装とかを着て。やるんですよ、で軍服でって言って、その着物は着物でいいんですけど、であえて僕、まあ、そういうルックスもああいうのも好きなので、まあ、フロックコート着てベスト着てとかやるんですよって言ったら、まあ、じゃあぜひなんかちょっとコンテストだけどパフォーマンスをできる時間があるんだと、だから「ああそうなんですね」って言って、でもしあれだったら出てみたらっていうところから、もう僕も土方が大好きなので、新選組が好きなので、ずっともう毎日エントリーをチェックしてて、そしたら3月ですかねの中旬ぐらいにエントリー開始になったので急いで応募してっていうので、まあ5月にあの時ですね参ったって形ですね。山本浩二さんとはじゃあ、あのステージのところでお話しただけなんですか、他には全く。そうですね、やはりなんかお忙しかったみたいで、まあ、次の日のパレードもいらっしゃってたんですけど、まあやっぱりそのなんか結構バタバタされてて、コンテストも3時にはもう出ないといけないっていう話を聞いてたんですよ。なのでそのまあスタッフさん、まあちょっと聞こえてきたのが、押しちゃうと山本さん途中で帰っちゃわないといけないから、なるべくその前で終わらせたいよねっていう話は聞いてたので、次があるんだと思って、まあそしたら結構時間的にも巻いてたのでなんか良かったみたいなんですよ。それでああやってゆっくりコメントとかもいただけてみたいな感じなので、まあちょっと2人きりとかはなかったんですけど、まあでもね、もうありがたかったですね。じきじきに山本浩二さんってね、もう一番下手する一番のびっくりかも。その控え室で彼の作品を見て、やっぱり彼のセリフとかも入れてたんで、で相方とこれ見といてねとか、ちゃんと見たとかいう話とかもやってて、でその前日もその練習してたんです、公演とかで。その時も見てたんですよ、 YouTube で。そしたら次の日ご本人さんいらっしゃって、もうみたいな、見てた人がみたいな、そうなんだ、そこにいたってびっくりですよね。いただけるんですもんね、函館ではね。これから先ね、何かお力になれたらなと思うので。じゃあそのサウジアラビアでしたっけ？去年はサウジアラビア、今回は？今年はジャカルタ、インドネシアで。今カタールの話は来てるんですけど、カタールはちょっと今イランとアメリカが今ちょっとこうなってるんで、もしかするとまた別日になっちゃう可能性があるっていうのは今ちょっとお話しされてるんですけど、一応決まってるのは今今週福岡で、インドネシアで、そのまますぐカタールなんです。すごい。逆に言うと先日ドバイの UAE の方が来られてみたいっていうのでお越しになられて、そこでちょっとこっちで日本ではお見せしたんですよね。そういうこともありますし、あとは最近それこそダイヤモンド・プリンセスっていう豪華客船があるんですよね。あれが僕らは今去年から出演してるんですよ、ショーで。中に劇場があるので、そこで今年も9月に長崎経由で行くので、船の中でそこを表現したりとか、それこそお話聞くとあれ寄港地、あそこの函館にも行くみたいなんですよね、いつか。そういう時とかも何かコラボできればいいなと思って、もうダイヤモンド・プリンセスにいつもお世話になってるので、来年もなんか今お話いただいたりもしてるので、船の旅でお客様に見てもらうとか、そこにやっぱ海外のお客様も多いので、そうですよね、日本人の方ももちろんですけど。そこも含めてこれからまだちょっと龍馬会自体もまだ1年と来月で2年目なんですよ。まだ赤ちゃんみたいな団体なので、まだ2年も経ってないんですよ。1年と今11ヶ月なんですよ。6月で7月1日に8回なので2年前のでやっと2年だからやっと基盤ができたって感じで、ここからそのどういう部分に露出というか知っていただくかっていうところで今。その優勝いただいたので、それでまたこう PR しやすくなったっていうのはありますからね。でもともとなんで龍馬がその北海道なのか函館そういうところなのかっていうと、彼はやっぱ蝦夷地に、そうですよね、純地にはこう開拓というかいい形に持っていきたかったっていう思いがあって暗殺されてるんで、まあそういう思いとかでもしかすると龍馬もその函館北海道に対しては何か思いがあったんだろうねっていうのはやっぱりあるみたいですよね。海がこの前ね出てきて、新国家っていう言葉の漢字が出てきたので、やはり龍馬は新国家っていうことを真実としてきちんと出てきたって思ってたっていうのがはっきり事実として残ったので、それは今なんかこう話題になってましたね、テレビとかで。だからそんなに新鮮いうところバチバチじゃなかったんですよね。龍馬はもしかすると違ったのかもしれないですね。そこやっぱ面白く書くと敵対とかの方が面白くするんですけど、龍馬ってむしろ徳川をほら潰そうとしてなかったので、滅ぼそうとしてなくて、新政府に入れてみんなでなんかできないかっていうことを行動してたわけであって、そう考えると新選組を潰そうとかそういうのは多分どうなんですか、まあ一概に言えないんですけど、なかったんじゃないのかなって。パレードのいや、中島三郎さんの非前祭、ああ非前祭の、はい、中島町のありますね、非前祭座った時にそう言われたんでしょ、それがなんて言うんでしょう、周りに座っていらっしゃる方々がすごい著名人の方々が多くて、大泉さんのお兄さんだとか、あと本当にいっぱいこうなんていうのかな、関係者っていう感じの方が多い席の中、ポツンと私はちょっと座らせていただいちゃった状況で、いいのかなここに座ってて、ちょっとドキドキしながら、でもね受付の方がいいですよって、足が悪いから立ってないんですよ、そうだからいいですかっていいですっていうかどうね、だから座っちゃったんですけど、まあそうしたら中島三郎之助さんが出てきて、いいんだよそこに座ってなっていう言葉をかけていただいて、もうすごいね優しいんですよ。ご写真から見ると想像つかないですけどね。ですよね。目力ってもうよくそのご写真の研究家の先生たちともよく話するんですけど、目は普通の目じゃないですよって話で、もうやっぱり思いが強いんでしょうね。で息子2人さんもねその後ついてってるんで、いややっぱ写真ってすごいなと思いますね、残ってるんで。でなんて言うんでしょうか、その優しいね口調で、またね来年も来るんだねみたいな感じで、私にこう語りかけてきたっていう、そういう内容がそこに座ったがためにそういう経験をさせていただいちゃったっていうね次第なんですけど、ちょっとびっくり、すごいびっくりです。息子さん2人亡くしてるじゃないですか。で次男さんは納得してるんですけど、長男やっぱりね無念が多いんですって。長男の方がなぜかわかんない、そのあれですか、戊辰のあそこに無念っていうところです。その亡くなることに対しての無念なんですか。要するに、死にたくないっていう思い、そっちですよね。もう次男さんの場合はもうなんか本当にこう喜んでってたら変ですけれども、その時代に即した内容がその方にはあったみたいなんですね。けれども長男さんにとってはやはりまだ行きたかったっていう自分のやっぱ気持ちの方が先に出ちゃったっていうか、しょうがないっちゃしょうがないですよね、当時の時代を考えると。なのでだからさ、長男はそうなのに次男はそうだって、なぜこう違いが出てくるのかっていう答えは来年かないと分かんないみたいですね。そうなんですって、来年私に答えをくれるみたいなので、それもやはり5月16日そうそうそう、来年まさしくメンチの日にその日らしいので、すごいだから1年後に馳せてるんです。私もまた行かなきゃいけないということで、はい、だから毎年ね行かなきゃならなくなっちゃいました。いや、いいじゃないですか、羨ましいですよ。いや今回本当ね初めて行かせていただいたのに、こんなようなねなんかお言葉が来るっていうこと自体もちょっと考えてなかったし、あとね土方さんでもね出てきちゃうしみたいなね歩いてきてすごいね人数を引き連れてねもう来られたっていうのが強かったんでしょうかね。じゃあここで最後にこの動画は全世界の人が見てますので、全世界の人に向けてメッセージをお願いします。今回本当にありがとうございます。そうですね、土方歳三さんのご縁でここまでいろいろ今ねさせていただいているので、ぜひこれから彼の思いをきちっとね継いでというか、責任持って今のこれからの日本のためにね何かできたらなと、それこそ海外のためにも世界のためにも何かできたらなと思ってますので、ぜひ皆さん一緒になんか楽しいことしていけたらなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本日は150年の時を超えてありがとうございました。ありがとうございました。さんの、はい、あれをオーラを見てください。オーラ？うん。うん、あ、オーラを見るんですね。最後にね。うん。怖いな。全然怖くないですよ。え、なんでですか？全然大丈夫。いつものほら仕事道具出さないといけないです。申し訳ありません。はい。この色が今日は。ミキさんのオーラの色っていうことで見えます。はい。で、この中でお好きな色ってございましたか？オレンジと青と銀と金が混ざってるっていう状況でございます。ああ、なるほどですね。好きな色。まあ、あえて言うのであればでもいいんですが、はい。あえて言う。はい。これ好き。あ、ゴールドが大好き。ありがとうございます。もちろん男性の方っていうのはゴールド大好きな人が多いんですけれども、ただ私何十年もこういうお仕事してますけれども、ゴールドっていう人はやはり著名人だとか政治家とか芸能人とかそういう方々がやはりちょっと特殊な仕事っていうんでしょうかね、されてる方がやはり多いなっていうことだけはやはり言える内容でございまして、はい、なのでミキさんに対してはやはりもともとそういうものをお持ちだっていうところもあったと思いますけれども、はい、ここはもう未来に対して発信しているオーラの色なので。もうかなりね期待できるね未来をすごく想定できるっていうことですね。それはもう励みになります。はい。いえいえ。で最初の色がオレンジっていうことで、この色は生まれ持った色って私名付けてるんですね。なのでオレンジの人っていうのはすごい人気者が多いです。人気運っていうかいつの間にか人が集まってきちゃうっていうタイプの人。違いますか？わあもう合ってますね。うん。なぜかどんどんこう増えていくみたいな。ね、ごま捨てるわけでもないんですけど、そうですね。でオレンジの人っていうのは結構個性が強い方が多くて、ごめんなさい、結構目立ちたがり屋の人も多くて、あと敬愛っていうか失礼な言い方ですけれども、もう本当にみんなとは違うんだっていうところをね、出していきたいっていうね。なので私は4文字述語で奇想天外っていうふうにね名付けております。ただそれがまたオレンジさんを引きつけてたくさんの人たちが集まってくる要因だっていうふうに思ってますので、やっぱりオレンジの人って明るい人がとにかく多いんですよ。明朗活発っていうんでしょうかね。だから何かこうやってくれる、何かこうね相談しても相談に乗ってくれるとか、そういうところもないですか？言われます。はい。たくさんの方からね今後先も頼られたりするっていうことに関してはもともと持っていらっしゃる色なので、はい、それはすごく強いかなっていうのを感じます。はい。で2番目にこのある青なんですが、これは環境事情によって作り出された色って名付けてるんですね私が。で青なので純粋で単純な人が多いです。簡単に言うのであれば海のね底のような感じ。すごいどんどん透明になっていくみたいな純粋な気持ちっていうんでしょうかね。そういう人っていうのはやはり起業家に多いです。あとリーダー的な存在になったり、だからまさしく今ねそういうね時を龍馬会が僕別にリーダーになりたくはなかったんですけど、やっぱ立場的に。そこに今いるんですよね。そうですよね。ってなるとその会は伸びていくっていう好調性を感じます。なるほどね。はい。やっぱり上に立つ人が傲慢だったりすると全く発展しません。なるほどです。すごいねすこぶる謙虚な方じゃないですか。こんなに謙虚なリーダーさんねみんなついていきたいって気持ちになっちゃいますよね。はい。で最後の色がさっきも言った通り、銀と金が混ざっているっていう感じなんですよ。申し訳ないですけど、今混ざってる状態っていうことは、いずれどっちかにはなると思うんですね。なるほどですね。けれどもそのどっちかっていうのが未来に対して発信している色なので、今何ともお答えできないので、きっとミキさん的に自分もねもうね金が大好きってねもう最初から言っていただいたので、やはり銀もね美しさを象徴するっていう意味で銀。っていうのもあるんですよ。シルバー。美しさ。そうですね。自分を美しくさせることが得意な人が多いです。どん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 美的センスっていうんでしょうかね、そういうのを持ち合わせて、で金の人はもう本当にやはりトップに行きたいっていうのであればトップを目指していけるみたいな、そういう強さっていうものをお持ちの人が多いので、ってなるとまあね、何ヶ月か後にね、金っていうね色だけしかね見えないかもしれないし、これ何ともお答えできませんが、まあ魂の色なので、やはり日々、まあ、人間は魂を成長させてますので、次回会う時がなんかこの色がどっちになってるのかすごい楽しみだなって思います。はい、努力になりますよ。そうですか。まあオーラカラーはラッキーカラーであり、ハッピーカラーなので幸せのもう引き寄せっていうふうに言われてますので。ぜひとももうね、金が好きであれば金使っていただいたり、オレンジもともとお好きだったらね、どうぞどうぞお使いになっていただくだけで全く、まあ、幸せ感っていうものが変わってくるって言われてますので、参考にしていただけたらありがたいです。ありがたいです。ありがとうございます。で別なんですけど、はい、新選組のほらだんだらっていうのは青じゃないですか。はい、この青ですよね。そうですね。あれは近藤さんが青持ってるから青にしたんですか、あれは。いや、近藤さんは私の前に出てこなかったから。でもね、ほら土方歳三って副長じゃないですか。はい。ね、ほら龍馬会の副代表じゃないですか。そこの場所がなんか合ってんのかなみたいな感じしたんですけど、どうなんですかね。まあそのトップより2番目の方が合うみたいな。僕は正直なし、その亡くなった師匠とかにもやっぱり言ったのが、誰かのためにやるとお前は伸びるということは言われて、お前が我がになるとすぐ滅びると。誰かのためにって動くと、気づいたら周りがいや、あの人の方がでやっぱり進んでいくとは言われたんですよね。だからそこに関してはやっぱり土方も近藤さんのためにってやって、彼はあそこに大出世してるわけなので、新選組作ったって言っても過言でもないので、彼らその組織をですね。なのでやっぱそこはちょっと先ほどのお話じゃないんですけど、土方に似てるところの部分はあって、そこはそのところがやっぱり貫き通すっていうところとかはちょっとあるのかなっていうのはありますね。まあちょっと龍馬会も後々はその会長っていう形に多分なると思うんですよ、その話もあって。けど僕は会長っていう名前であって、他が動いてくれてる方がいないと僕はならないっていうのは伝えてるんですよね。一応僕もプレイヤーの方でやりたいですし、別にそのいろいろそれでなんかね、いい思いしたいとかじゃないので、僕が表現して皆さんが感動してとか、なんかそういう立ち位置がいいっていうのは伝えてるんですよね。その肩書きだけだったら全然いいと、けど基本的には変わらないと、副会長の意味でやると。いうところですかね。なんか今でもハッと今思いましたね。考えたらどっちも副会長、副会長ですね。だから会社だったら社長じゃなくて専務ぐらいがちょうどいいんですよ。動きやすいんだと思うんですよね。でもリーダー的存在にはなれる方。だから気づいたらそうです。会長よりミキさんって今なってるんですよね。龍馬会が。ミキさんになってるやつ。やっぱり上なんだ。になっちゃうんですよね。それはちょっとあるのかな。自分がなりたいとかじゃなくて、気づいたらそこの位置にいたっていうだけの話かなって、僕はいつもみんなには、みんなと一緒にいるんだっていうのは言ってますよね。はい。まあでもほらね、やっぱりオーラ出ちゃってますからね。そういうふうにね。はい。じゃあそういうことで。はい。ありがとうございます。